近現在の道路状況をお知らせします。現在のところ新潟西メーターおよび豊洲メーターまでの間では特に通常の事故となる事故や渋滞などの情報は入っておりません。通行中の方へのお知らせです。ご乗車情報です。およそ70キロ先の鳥の市メーターの事故だって乗車者がご乗車
100キロ先の関越道花園インターチェンジの先頭に10キロほど交通中継により渋滞しています。渋滞の中や後ろでは追突事故が起きやすいので慎重な運転を心がけてください。さて、インターの出口付近や料金所の手前などでは車の流れが渋滞することがあります。渋滞を見ますか、車を組みながらゆっくりと減速し走行してください。反応は、渋滞より抑え